はい、やってまいりました、ボンドボディ。今日はマンソリーウルスの続きをお伝えしたいと思います。だいぶ作業が進んでるみたいなんで、ちょっと見てみたいと思います。お疲れ様です。二度見。はい、わあ、もうバンバン外れてますね。なんかブログで見たんですけど、もう刈り当ても全部済んでるんですよね。はい、なぜか無言のシラさんです。はい、そしてワイドボディになるであろうラインが出てますね。もうマスキングで多分これ当てた後じゃないでしょうか。で、当然ワイドボディになってローダウンされるんで、シラさん、これ中も加工ですよね。ここも全部加工ですよね。いや、乗っかるだけですか。です。あ、そうなんですよ。乗っかるだけみたいです。で、ここにフェンダーがつくラインですよね。なんか偉い感じです。はい。そして、ああ前がちょうどそうなってますね。わ、すごい、すごいっすね、これめちゃくちゃ出ますね。これが今仮当てしてる状態ですかね。で、この辺の段差とかも全部合わせるんですよね。そうですよね。で、やっぱり、まあ、いくらマンソリーといえど、こうやってちょっと微妙な尻のズレなんかが出てくるんで、この辺はボンドボディが全部修正してきっちり合わせて。わあ、前すごいっすね、これすごいな。とんでもないデザインです。はい、車に合わせるともっとすごいっすね、やっぱり。で、今は何をやってるんですか。必殺、もしかしてこれを。いつも通り。今回これめちゃくちゃ難易度が高そうなんですけど、そうでもないですか。高いね。わあ、あれ、ひっくり返してつけるんですか。その方がこっちが。ああ、なるほど。はい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 。で、これをこっちに移植して。まさかひっくり返してると見えないようにつけるわけですね。取り付けの関係でちょっとそうすると。はい。この辺重要っすよね、本当に。でも取ってつけた感が出ちゃうと、ちょっとこう残念な感じ出ちゃうじゃないですか。やっぱりさすがに日本のナンバーつける前提でできてないですから、この辺はボンドボディの腕の見せ所ということで、はい、着々と作業が進んでます。マフラーもうついてるんですか。すごい、これすごいっすね。へえ、これ太鼓ちっちゃすぎじゃないですか、サイレンサー。すごい。しかもちゃんとなんちゃってじゃなくて、ちゃんと全部排気、あ、これがサイレンサー通るやつ、で、この2本がサイレンサー通らないやつ。はあ、すごい、すごいな、これいいっすね。あ、これも交換なんですか。本来まっすぐ。あ、じゃあこれもマンソリーでこれ上に持ち上げてるんですか。こうぶった切って。へえ、わけがわかりません。はい。すげえな、これ。あ、で、この辺センサーが、はい、ブラインドスポットとか多分じゃないかな、多分そうだよね。センサーが実はついてたり、はい、します。これだけ多分ウルスバラバラの状態でお伝えしているチャンネルないんじゃないでしょうか。はい、これ何気にこう室内の、はい、車内と車外をつないでる、これね、これすごく重要なの知ってる。これ、そうだよ、これ例えば、そうですよね、シラさん。これ結局車内と車外ってこう完全に密閉しちゃうと空気の逃げ道がないんで、こうドアの閉まりとかもめっちゃ悪くなっちゃうんですよね。で、これ別にランボルギーニだけじゃなくてどんな車にもついてるんですけど、こんなのがついてたりとか、だから逆にこっから結構水が入っちゃったりとかたまにありますよね。別にウルスに関係ないそんな話です。はい、そしてこれがホースメント純正のやつですね。あ、そうなんですね。こうついてて、あ、じゃあちょうどここで切ってこれをこう上に持ち上げてるんですね。持ち上げて、はあ、
よく考えますよね。すげえこれ。へえ。まあ当然見えないとこですけど、まあ純正使ってれば強度が落ちることもないですしね。へえ。そんなことをやってるっていう。すごい。これ楽しみですね。これバンパーはどこ行っちゃったんですか？リア板はもう合体されてリフレクターが移植されてます。すごいな。やっぱりこれとてつもないものが出来上がりますね。はい、すごい。そしてまあ寄り道毎回してますけど、ゲレンデが2台マットブラックのとエディション1かなこれで、こっちは人気のブラバスのリップがついてますね。ここが確か光る B マークがつくやつだったかと思います。はい。あ、全部それで寸法を出してやってるんですか？とりあえず真ん中出して、はい、切ってもう少しあのフロントのところに角度を合わせて。ああ、なるほど。もうその辺は経験と勘と経験がものを言うわけですね。そうかな。でもやっぱりこれだけ高額なエアロパーツつけるってなってくると、そういう細かいとこって重要じゃないですか。はい、はい、やっぱりちょっとそのチリとかこういうナンバー性とか、ちょっとしたところでこう残念なところを見せちゃうとやっぱりダメですよね。Q8 ベース、だからもう車ものすごく大きいじゃん。それがこれだけさらに大きくなるって、もう純正ホイールのこの引っ込み具合を多分見てもらえば、どんだけおかしなことをやってるかって多分。うわいいっすね、この立体感。しかもめちゃくちゃ出ますね。かっこいい。確かにちょっと純正のペットしちゃってますよね。はあ、これいいな。え、これブレーキとかもやるんすか？ペイントとかそこまでやらないんすか？あ、オレンジ。え、オレンジなんすか？オレンジどっから来てるんすか？オレンジ全部入れんの。あ、オレンジ入れるんすか？全部エアロも全部オレンジ入れんの。あ、そうなんすか。すごいことが発覚しました。今なんか差し色でオレンジ色が入るらしいです。至る所にエアロパーツの至る所と、あとなんとキャリパーがオレンジ色になるそうです。で、多分キャリパーペイントするんで、全部このランボルギーニのロゴがマンソリーのロゴになるんじゃないかなと思われます。すごいっすねそれ。で、ホイールはなんか先日お伝えしたあのアルミの無垢のやつを全部黒に塗るみたいです。はい。わわわわ。え、これ何台分？ 1,2,3 台分？ 3 台分か。3台分だね。キャリパーペイント本当にボンドボディ、あの多くご用命いただいてます。本当にありがとうございます。で、あの表側だけじゃなくて、見ていただけたら分かる通り、もう全部、はい、外してペイントします。で、ちょっとやっぱりその下処理とかもうかなり時間かけてやってるんで、まあ、ちょっと費用的には高めにはなるんですけど、その分本当にクオリティ高くやってますんで、まあ、カラーチェンジだったりだとか、あとコンプリートカーでよくあるのは、例えばブラバスだったらブラバスのロゴを入れた仕様に変更するとか、マンソリーだったらマンソリーのロゴを入れた仕様に変更するっていうのもできますんで、お気軽にご相談ください。はい、というわけで今回はボンドボディでマンソリーウルスの続きをお伝えしました。完成までもうちょっとかかりそうなんで、続きまた次回お伝えしたいと思います。ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。